た、ピエールさん決めてください。あー間に合った、決めた。こっから先、なに、え、なんだね貴様は、何者だ。私とデスマッチするんだ貴様。私はキングオブデスマッチ赤山ピエールだ。貴様どこかで見たな。おい、狂気のピエロ人形、狂気は足りているか。私に負けてこんなところに送られてしまったのか貴様、哀れだな。お前は私に負けたのだよ。さあ狂気が足りているか私がチェックして差し上げよう。ちょっとここは狭いな、お前と戦うには少し狭いが私は痛い。お前と戦ってやろう、この地でな。私の攻撃を見せてやろう、こっちだ。あ、どうだこの泥場、攻撃してみるがいい、この私に。ピエルさん今だ、決めた、すれ違い様に決めていく。リージョンキャリバーゲットだ。ただ電池が残り1個になっちゃいましたね。ただエルゴはめちゃくちゃ溜まりました、おかげで。ここの敵は何やら強敵ですね、ピエールさん。あっち、いたピエールさん、箱破損しますよ。気をつけてください。大丈夫だ、愛の正式。派手で見たまえ。貴様の攻撃など、フラワン、落ちたまえ。あいつは毒になるのかな。あ、毒にはなってないな。愛の選手くん、この橋落ちるんじゃないか、ひょっとして。落ちたりはしないかね。ピエールさん、ここにいる奴らって、もしかして、今までピエールさんが葬ってきた奴らなんじゃないですか。そうかもしれないな、愛の選手くん。ならば私は、ノコギリで刻んでやるとしよう。もう終わりなのだよ。貴様の運命は、来たまるがいい。うん、大したことのない奴らだ。あっちの方になんかまだ足とか家みたいなゾーンがいろいろあるじゃないか。どれどれ、ん、上の方に吊るされたアイテムがあるな。下はなんだ、これは燃えているのかね。おお、素晴らしい、人形たちが火炙りの刑にされているではないか、愛の選手権。貴様とりあえずどいてもらおうか。さあそこをどきたまえ。ピエールさん、もう体力が限界ですよ。限界、死ななければいいのだよ。そんなことは関係ない。ピエールさん、足を滑らせないでくださいね。半分とゲッツ、ピエールさん打ち抜かれた。罠だ、愛の選手くん、これは罠だ。いや、ピエールさん、さっきはまんまと打ち抜かれましたね。あーピエールさん、何やってんすか。落下しないでくださいよ。しかも、ここ行けない？いや、行けますね。あ、下になんかロボットくんもいますけど。ピエールさん、何やってんすか、落ちないでくださいよ。私はね、上で私のこと撃った貴様か。貴様を制裁してやらねば、心が、気持ちが進まないのだよ。当たらんよ、そんな攻撃は。舐めているのか、貴様ら。めちゃくちゃいるじゃないか、愛の選手権。ここに敵が。ならば、一網打尽と行こうじゃないか。一旦貴様ら落ちたまえ。まとめて切り裂いてやろう。このノコギリ。ピエールさん、やばい。スタミナが足りない。ナイスです、ピエールさん。やりましたね。上が正規ルートなのかね、これひょっとして。いや、上が正規ルートっぽいパターンだな、愛の選手くん。ならば我々は下を見なければならないのだよ。ピエールさん、下はロボットがいて危険ですよ。だからこそ戦うのだよ、愛の選手くん。当たらん。そんな攻撃はピエールさん強いなんという強さ、あまりにも強すぎる。ピエールさん、当たるか、そんな攻撃。ピカッと言ってる、効いている、思いっきり。ピエールさん、大丈夫だ、私の攻撃を食らうがいい。終わりだ。強すぎる。ピエールさん、おー、三日月の月長石と火炎筒。こいつは別に中ボスみたいな位置ではない。ん、どれどれ、あそこに上へ行けるはしごもあるし、これはなんだ、レバーを引いてみようじゃないか、愛の選手権。ピエールさん、勝手に引いていいんですか。あ、ダイナマイトみたいに積まれてますよ、これ。大丈夫ですか？おー、素晴らしい。こっちにも道ができたではないか。あと6個です。ま、ちょっと面白い。考えたものだな。実に面白いぞ。さあ、ここにある鎖ももらっておこう。こちらは何かね、愛の選手くん。これ、ショートカットがどこかで繋がるとかいう、そんな感じなのではないかと。さあ、ここは、どこかに、なんだ、貴様。私とデスマッチをしたいのかね。そこにある宝箱をぜひともいただきたいのだがね。来るがいい、貴様みたいな騎士は。向こうは炎エンチャントです。ならばこちらは電気エンチャントだ。電気傘を食らうがいい。ピエールさん弾かれてます。私の攻撃を受けるがいいさ。さあ、昼見たまえ、私の攻撃どうかで、耐えられないだろう、私の攻撃は。
さあ、ピエールさんのデスマッチ、キングオブデスマッチは加山ピエールとの戦いに、貴様はよくぞここまで戦い抜いた。褒美を取らす。いや、倒したけど、あ、この宝箱がね、これで取れるというわけですよ、ピエールさん。さあ、中身は何かな、これは武器か、なんだろうな。リチャージのアミュレット、 HP が、継続回復する、ちょっと強いか、祝福武器みたいな話でしょこれ。 HP は、あ、この画面だと持続回復してくれないのか。はい、これでちょっとずつちょっとずつちょっとずつ回復して、今のステータスは、いや本当にちょっとずつでも回復してるな。まあ、あれだね、こういう攻略とかでは強いね。こういう道中、ボス戦ではあれかもしれんけど。こうやってちょっとずつ進んでいく、こういう攻略とか探索では強いかもしれないですね。ピエールさんの生命力、これ。あ、その通りだよ。まずこちらを見てみようか、愛の戦士くん。おやおや、こんなところにスターゲイザー。ここに繋がったのかね、面白い。おい、槍泥棒、貴様。私黙ってなぜこんなところに来てしまったんだ。ご本お前か。こんなところで会うとは、なんとも奇遇だな。お前より先に到着したって、そんなに驚いた顔をするな。俺様にとっちゃモンスターなんぞ、かわすのは朝飯前だからな。とはいえ、お前の腕前もなかなかなもんだ。仲間と認めた証にいいことを教えてやろう。なんだいいこととは。沼の奥の崖に厄介なモンスターがいるらしい。ガラスのように光るものを集めてるそうだということで。俺はそいつの力をお宝をいただきに来た。レアなパーツはもちろん英雄にふさわしい武器もあるらしいんだ。お前ならその偉大なる狩りの栄光を譲ってやってもいいぜ。沼のモンスターにお前の実力を見せてやるがいい。私を使おうったってそうはいかないぞ。お前どこを見てんだ、お前首の骨が折れてないか、お前。右の方をなんかずっと見てるじゃないか。ピエールさん、ビクターのソウルでなんか月光体験みたいな、よくわかんないの作れますね。まあでも攻撃は動力だから B、筋力補正 B なんで、ピエールさんが使ってあんまり強いかはわかんないですが、で、アミュレットのは攻撃成功時一時的に物理ダメージが増加する。ちょっと強いじゃねえか。ただ重量がちょっと重いな。まあ、一旦キープでいいか。私は忙しいのだが、貴様と話してやろうじゃないか。あ、あったあったあった。グローブ渡せって言ってたんだよ。おい、お前、この、なんだ、恩人への贈り物、武器専門家の少女から、思い出せないな。この俺が一人や二人助けてきたわけでもないし。まあ、とにかく、ありがたくいただいておくと、し、真面目なグローブじゃないぞ。手が入らないじゃないか。全くあの小娘、どうも目障りだったんだ。やっぱあいつとそっくり。おっと、こっちの話だ。お前にはセンスがあると期待してたのか、がっかりした。こんなゴミなんか持ってっちまえ。は？なんだよお前、反射の人間がつける四本指のグローブいらねえってのか、この野郎。おい貴様、この手袋もらってもらえなかったよ。組合の、進級試験でもこんな緊張しなかった。よし、いいわよ。それでどうだった、アリドーさん喜んでくれた？おい、ゴミのようなグローブだって怒ってたよ、これ。何なんだよ。え、指がついてた？そんなはずないわ。意地を張ってるんじゃないわ。え、工房施設が崩壊した時、猟犬様が私を助けて指を怪我したもの。とにかく約束を守ってくれてありがとうということで。もうピエールさん、あんまり正直に言わない方が良かったんじゃないですか。この前私が言ったことは本当の話なの。工房施設が崩壊した時、彼は私を救ってくれた。私たちは瓦礫に埋もれて、飢え死にされる寸前だったの。あの時アリドールさんの犠牲がなかったら。でももう思い出したくもない。でも忘れるわけもないわ。だから謎なの。指ってまた生えてくるもんじゃないでしょ。それでね、アリドローさんについて調べてもらえないかしら。監視と言ったら白状だと思うかもしれないけど、いずれにせよ用心した方が良さそう。あんたも気をつけるなよということで。おい、マジかよ、アリドロ反射の人かよ。ピエールさん、違いますよ。指、円弧詰めたとかいう話じゃないんですよ。あの子をね、救うためにきっと指失ったんですよ。アリドロ君、やはり貴様、指は5本あるみたいだが、何か隠してるんじゃないか。お前、そもそも、腕が私と同じリージョンアームなのではないのかな。それにしても、あの娘、本当に気が利かないよな、アギノ選手君。指を、なくしたことを隠したいというのに、あいつはきっと、
全くもって気が利かん。それを4本指のグローブを道路とつけるやつがいるか。普通の人間というものは欠点は隠したいものだよな。わざわざ4本指のグローブなんてするわけがなかろうに。本当に気の利かない娘だよな、愛の選手くん。ピエールさん、そこまで言わなくちゃ、言わなくたっていいじゃないですか。親切心で4本指のグローブを作ってくれたんですよ、ピエールさん。あ、いた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 、愛の選手くん、何をするんだ。全くもって危ないではないか。私が一本足のピエールになってしまったらどうしてくれるというのだ。私の足は安くないぞ、愛の選手くん。私はな、高貴な生まれだからな。おお、なんかそれっぽい場所に出てきたじゃないか、愛の選手くん。沼の奥地にモンスターがいると言ってたな。ここが沼の入り口になって。危なーい、ピエールさん。何か撃ち込まれてます、上からです、ピエールさん。あ、ピエールさん、ホエベーブルは突き切ってる場合じゃないです。何やって、危ない危ない危ない。おいおい、一体何だ貴様は。出てくるんじゃないよ。ちょっとこの場所は危険かもしれないが、これをうまく使ったらこいつら倒せるんじゃないか。ピエールさん、きっとできますよ、ピエールさんなら。これうまくこうやって利用すれば。よしよしよし、月潮石はゲットさせてもらう。あっちにも何かアイテムがあるんじゃないか。これをうまく使ったらきっとこの中のものが手に入るに違いないぞ。くそ、この箱の中、いや箱の中からはこういうロボットが出てくるんだ。貴様、頭が前と後ろ逆についてるぞ。そ、なんだ、あそこから飛ばしてくるやつは。ふざけた野郎だ。ガイアマピエール見つけたぞ。このアメリカの技術力見るがいい。おい、剣じゃないか。剣が大砲ぶっ放してくるぞ、愛の選手権。気をつけるんだ。危ない危ない。まずはあの大砲を出てるところから行こうじゃんか。なんだ貴様、電気人間。ダースモールみたいな頭をしてるな。だが一旦は待って、ここ、待て、ここ爆発すると火薬だるみたいなのがいっぱいあるじゃないか、愛の選手。ここは危険な匂いがプンプンしているぞ、愛の選手。危ない。危ない、愛の選手権。待て貴様、待て、待つんだ。危ない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 、危ない危ない、本当に危ないよこれ。ピエールさん、一旦上に避難しましょう。奴らはきっと上に登ってくる知能はないと思うので。また、おい、ケン。そこにいたのか。さぞかし楽しかっただろうな。その装置で私に向かって大砲をぶっ放すのは。どうなのな。あ、これ壊せるのか。ピエールさん、撃ちましょうよ。これ。壊せるのか、これ。絶対壊せるでしょ。よし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 。壊、あ、133エルゴ手に入りましたけど。あ、消えちゃったよ。なんだよ、愛の選手権。私は大砲で遊びたかったのに。壊したのピエールさんじゃないですか。どれどれ、ここにあるアイテムは、生きた操り人形の斧ブレード。一体どういうことかね、愛の選手権。生きた操り人形の斧ブレードだと。生きた操り人形の斧ブレード、生きているのかね、君たち。これ、一体、斧、腕が斧持ってますね。これは活かしてますよ。振りがめちゃくちゃ遅い。生きてるのか？これ本当に。お前たち生きてるか？この私が使ってやろう。なんか生きたギミックとか、フェーブルアーツ溜まれば、溜まればありそうだな。愛の選手権、これは使うしかないぞ。素晴らしい。実に素晴らしい武器を手に入れてしまったな、愛の選手権。さーて、生き残りはいるか？貴様は生きてないのか？残念だよ。私のこの斧の腕に加えてやろうと言ってるのだ。君の腕がいい。貴様の腕を私のこの斧に加えてやろう。貴様まだ生きてるみたいだからな。お、強い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 。一撃でひるみは取れるが、その代わり振りが遅いっすね。これ先端だけ使うのはありかもしれない。先端だけちょっと誉れ槍にセットとかあるかもしれない。めちゃくちゃ重いからな、振りが。食らうがいい。よーし、やっと倒したぞ。貴様、ノコギリブレードか。しけたものしかくれないではないか。ここら辺の敵は殲滅したようだな、愛の選手君。一旦このまま突き進むことにするよ、愛の選手君。ピエールさん、でも、もう回復が1本しかないですよ。それがいい。それがいいのだよ、愛の選手君。貴様、何も分かっていないな。よいしょ、素晴らしい。あっちにまだ道は続いているようだな。私が汚染されてしまうぞ。愛の選手君、気をつけてくれたまえ。また、またあいつだ、ピエールさん。
またこのハゲかね。硬いだけど。このデクノボ、貴様みたいなやつに用はないのだよ。いい、これ強いぞ、ピエルさん。範囲外から、こうやって、めちゃくちゃ攻撃ができる。何度でもひるませることができます、ピエルさん。その通り、私のカバは強いのだ。あ、何、ひるまないじゃん。ひるまないっすよ、ピエルさん、これ。いけ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 。貴様は、私に近づくことすら許されないのだよ。いや、こいつは、なんか体力高いな。どれどれ、毒沼の奥地にはオスターゲイザーがあるではないか。そしてなんか心臓が光ってる人形があるな、愛の戦士くん。これは帰らなくてよかったということだよ。なんだ、チミ。壊れた人形、わあ、存在したんだ。僕みたいに偉大なる約束に縛られてない人形が。なんだ貴様、私とデスマッチをするか。僕一人ぼっちなんだ。約束がなきゃ仲間にも嫌われる。怪物も人間も人形は嫌いみたい。人間と仲良しになりたいのに。感情を学んだら仲良しになれるかな。教えてくれる。感情のこと知りたいんだ。感情というものは素晴らしいぞ。怒りに身を任せるのだ。そうすれば貴様も立派なデスマッチャーになれるだろう。いいだろう。貴様にはデスマッチを教えてやろう。ピエルさん、やめてくださいよ。いや、話の通じる友達、何を教えてくれるの？デスマッチだよ。デスマッチ。拍手の仕方というものを教えてやろう。拍手って、喜びの心臓の音みたい。そうだ。デスマッチに勝った時は相手をこうやって煽るのだよ。生きてるって感じがするよ。ありがとう。デスマッチに負けた相手は悲しみに暮れる。それについても教えてやるぞ。誰か失うことはこんなにも怖いことなんだね。そうだ、私もオリエワノは絶対失いたくないと思ってるぞ。涙は流せないけど誰かを慰めることはできる。ありがとう。素晴らしいじゃないか。また今度だよ。それじゃあスターゲイザーを直して愛の選手権武器を一度強化しに戻ろうじゃないか。生きた操り人形のオノブレードプラス6まで強化することができたぞ、愛の選手権。素晴らしい、素晴らしいではないか。愛の選手権、生きた操り人形のオノブレードを使いやすく改造しようじゃないか。愛の選手権、やはりここは名誉の槍の塚でぐるんぐるん回すに限るぞ。でもピエールさん、貫きが貫き補正がめちゃくちゃ下がっちゃうんですよね、これ。行くぞ。よーし、これだ、これだよ、これ。愛の選手君、行くぞ。めちゃくちゃ回転するぞ、愛の選手君。やはりこれだ。ピエールさん、本当にこれで合ってますか？合ってるに決まっているだろ、愛の選手君。これ以外何があるというのだ。これで最強の武器が完成したぞ、愛の選手君。おやおや、早速実験台がいるのと何か撃ってこなかったかな、今。未来の人形を倒しに行こうじゃないか、愛の選手君。黙れ、未来の人形ボス戦が始まってしまったか。ピエルさん、まずい。横から攻撃きます。あれをうまく使えばいいだろう、愛の選手権。さあ、敵に倒してもらおうじゃないか。そんなことが、ああ、削ってもらえるじゃん。これ全然大砲で削ってもらうとしよう。これで大砲を撃ってもらおうじゃないか、愛の選手権。ここだ。どうかね。未来の人形いっぱいいるって。捨てられたのか貴様。ボンボみたいのがいっぱいついているではないか。私が解体してやろう。よし、愛の選手君、あれを行くぞ。うわー、ピエルさん隙がでかすぎるんですって。大砲の後だな、行くとしたら。大砲来ます、ピエルさん。まずい。ここだ、愛の選手君、行くぞ。あどうかね、ピエルさん、避けてください。やばい、大砲が来る。危ない。やってくれるではないか、このポンコツめ。どうかね。あべ、ピエルさん、まず、あ、ピエルさん、何やってるんすか。やっぱりそんな遅い武器じゃダメですよ、ピエルさん。愛の選手君、やはり大砲が飛んでくるのは少々めんどくさいな。先にあの大砲を目指すとしようじゃないか。あそこを止めてからの方が攻略がしやすいと。待て、貴様。いや、ピエルさん、遅そう。やばい、ピエルさん、撃ち抜かれる。錬金術ブースターかね。いいものをもらったじゃないか、愛の選手君。さあ、まずはあの塔を目指そうじゃないか。おい、大砲なんて撃ってんじゃない。うわ、すごいすごい。HP は2本になっちゃったし。ここは本当にすごい場所だ。何？いけないのか、この先。おい、封じてるんじゃないよ。おい、この先を通すんだ、貴様。開けたまえ。ここは今すぐ開けるんだ。ピエルさん、これ、こっちからはいけるんですかね。愛の選手君、裏から入れなければ私はもう激怒だ。なんだね、ジミー。あっち来たまえ。
ピエールさん来た来た来た、裏からも来ます。ピエールさん気をつけてください。ピエールさんんだな、このガラクタどもが一斉に粉砕してくれよ。このカヤマピエールキングオブデスマッチャーが、おっそマジで遅いですよピエールさん。いや、そんなの使わない方が強いです。いや、だがこの武器にはロマンがあるのだよ。愛の選手権、貴様にはロマンがわからぬようだな見た目だけですってそれぐるんぐるん回して使う武器じゃないですってピエールさん。ちょっと変えていきましょうよピエールさん。まあ、しょうがないな愛の選手君、君は本当にわがままな男だな。あ、シャレたベニーニコレクション、これもう執事のプルチネラだっけ、あいつに見せたら何かあるぞ絶対いいことが。いや、まずは人形を倒さなきゃいけないけど、大砲をなんとかしてからの方が結局ここいいよな。まずい愛の選手権、私が汚染されてしまった。ああ待て、フェニックスみたいのがいる愛の選手権、こいつを一体なんだ貴様、私に向かって攻撃をするとは。やばい、大砲が来るから気をつけろピエールさん。まずいまずいピエールさん、あいつを逃がしちゃいけないピエールさん。危ない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 、闇の迷惑の現状席を手に入れたが私は死んでしまったぞ愛の選手権。ピエールさん、もう生きた操り人形の斧使いたかったら、この塚は極東の塚にしましょう。これ技術補正 B 乗るんで、これでちょっと使ってみてくださいって。まあ愛の選手権、君がそう言うなら、ああなか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 の振り心地になったよ愛の選手権、これならいい感じに戦えるだろう。そうでしょうピエールさん絶対おかしかったですってあれ、やっぱり。まああれも捨てがたかったんだがな私にとっては。まあだが愛の選手君がそこまで言うのなら仕方のない。半分の月長石がここにいっぱい落ちてるじゃないか。まあそれにしてもあいつ、私あいつを倒しに行きたいのだよ。まったくもって大砲で撃たれたらな、もうろくに戦いもしない。これは上の方からじゃないですか。一旦未来の人形2体はスルーして、まずは大砲の破壊に行こうじゃないか愛の選手君。それがいい、それがいいに違いないぞ愛の選手君。どれどれ、何かね、これは実験体890号の教団報告書、状態報告、試験型エリクサー投与実験の中最も成功的なケース、同じ時期にエリクサーを投与した、石化病の患者3名は死亡、直前まで激痛を伴う皮膚の破裂や体の壊死、発作、痙攣、全身への結晶転移が発生、最終的に、変異生命体のカーカスに、なることを、確認カーカスのカの字がひらがなになってる途中から。890号は中和の副作用が相当抑えられる体質であり、56時間が経過ぎた今も安定している。ただ石化病の患者から見られる、典型的な症状の、乖離性健忘、発作、攻撃的衝動、幻覚症状が見られている。試験、教団が提案した身体能力の高いストーカーズをサンプルとして採取することは非常に有効であると考える。実験体890号から抽出したサンプルは次のステップでエリクサー開発に役立つと推定される。次の洗礼を受けるであろう、アドリアナ姉妹は、教団の願いを叶えられると予想している。目覚めよ、進化せよ、昇天せよ、我ら祭壇者が神の誕生に備えるのだということで、アドリアナ姉妹ボスとか中ボスで出てくるんじゃないですかピエールさん。これちょっと覚悟していった方がいいかもしれないですね。素晴らしいアドリアナ姉妹か、なんだねチミは、おいおいおい、医者の袋、ああこんな私の質素な家を訪ねるのも無理はない。休養する、まだ生きてらっしゃるなんて、早く治療しないと、このクラットで患者さんはもう生きてはいけません。私を信じなさい、こうするのが一番なんだ、人間として後期に死ぬ方が。はふざけんなよお前デスマッチャーというわけか、あなたは死者です、いるべき場所でお送りしましょう。なるほど、素晴らしい貴様、素晴らしいデスマッチャーだな。危ない、ピエールさん貴様にはこれをプレゼントしてやろう。あ、ピエールさん、この曲といいですね愛の選手君、いいの言った、なんだ貴様、投げナイフか飛び道具とやってくれるじゃないかピエールさん、いいですよ、私のフェイブルアーツを食らうがいい。そう、リーチがちょっと届きません、ピエールさんこいつで全てを出し切ろう、医者のフクロウだかなんだか知らんが貴様、あっち行くがいい。どうだ私の連撃、愛の選手権、ここは動きの速い傘を出そうとするじゃないか、今だ愛の選手権、
後ろがガラ空きだよ。やはり私にはこの傘だな。人間と戦うときは返り血がついてしまうからな。貴様の汚い汚い返り血がついてしまうからな。彼らがまだ人間のうちに終わらせてあげようと決めた。なるほど、素晴らしい、素晴らしいぞ貴様のデスマッチ。貴様の背後を私はひたすら取らせてもらうとしようじゃないか。貴様には隙がある、隙があるのだよ、明らかな隙が。それを貴様は理解しているのか。あ、ここの後ピエルさん、まずい、アイロ選手、一回回避したまえ、アイロ選手、まずいぞ、アイロ選手。素晴らしい、貴様のデスマッチ力はなかなかといったものだ。褒美を取らす、私の攻撃を受けるがいい。どうかね、ほら、くたまるがいい、私の攻撃を食らいたまえよ。どうしたのかね、デスマッチはこれで終わりかね。思い出した、私のアデリーナ。医者フクロウのマスク、お前がアデリーナを治療していたのかな。なるほど、貴様を救済してやったというわけだ。この私が、私は890番ではない、名前大切忘れる。なるほど、こいつが890番だったというわけか。名前を忘れないように書こうとしたが、その書く名前すら思い出せないとは滑稽ではないか。さあ、三日月型の月潮石も取ったところで、じゃあピエールさん、あっちに向かって走っていきますか。そうだな、愛の選手君、あっちの坂の方へ行こうじゃないか。そうすればあの大砲を止める手立てがあるかもしれん。大砲はまあ利用してやれば、あの未来の人形を倒すことができるかもしれんが、あまり効率的ではないからな。何やら張り紙があるぞ、愛の選手君。あ、基地になっているのかな。やつに基地を乗っ取られた。渓谷に入る際は石に要注意。やつとは誰のことかな。ピエルさん、なんかこれバイオ4の村っぽいですね。そうなのかね、愛の選手権。私はそのバイオ4というのを知らないからな。私はデスマッチができればそれだけでもいいのだ。危ない、ピエルさん。後ろです。何やってくれたの貴様。断罪が必要だよ。私の断罪を受け取るがいい。さあ、次の獲物はどこのドイツかな。おお、こんなところにスターゲイザーがあるようだが、あ、こちらからは当然行けないというわけか。面白いではないか。ピエールさん、あれって取れるんですかね。私ぐらいになればあんなの簡単に取ることができるよ、愛の選手君。見せてやろうじゃないか。まあ見ておくがいい、愛の選手権。ここはダッシュジャンプが必要なようだな。任せておきたまえ、愛の選手権。どうだこんなの、序の口なのだよ私にとっては。ピエールさん、すごい。さあ、そこにも敵がいるよ。何、こっちにもいるじゃないか。一旦こっちに誘導しよう。あ、なんか入ってくる気が。貴様らやってくれるじゃないか。だが直線にすれば、あ、ピエールさん危ない、ピエールさん、愛の選手権。